なんかこう数珠みたいなのあるんですよ。あるよ。ある、うん、最近ね、あれうちのおじいちゃん、私の実家のおじいちゃんが亡くなったら、いつ10年ぐらい目か。もっと目だか。もっと目だな、うん。早く亡くなったんだな。早く亡くなった。あの頃、ね、ジューズ持ってし、苔のジューズは、もう、大、う、穴、んうん、ってほら、みんなする。何、う、回、んうん、7回。うん、まあ、7回回ったんだけどね。そうそう、普通回す。左回るって言うんだがね、死んだ時左回しなんか。で、ジューズね、これ、こんなの、あれして、それを目の前に来ると、うん、頭さえてお参りして、それを7回回った。シュメトルがいるわけ、金はたいて、それで、南仏なんだろうけど、私もシュメトル好きなんだが、僕ら下のおばあちゃんのシュメトルで、それで、それを覚えようと思って、亡くなった時、お人形を回すこっちの、シューミアトル、カニハタク、そのアジで持ってすらんだけど、それにしたって、したことあったでも、おじいちゃんが死んだっていう、あっから持ってきて、こんな上手、すごい上手、あれ、すごいやんでね、へみんな手を壊せるから、もうピカピカして。磨かれてた日本だよ。それは亡くなった時だけ、うん、そうそう、うん、そう亡くなった時に就職時とか、うん、橋場のばあちゃん、橋場の真ん中のばあちゃんか、ばあちゃん亡くなった時したないか、橋場でしたっけかね、ジューズ回す、うん、それから最近はそらくなったけど、ってこなかったけど、あくね、もう葬式のあれが意識がなるわけ。もうほら、このほら、面白いよ、リオネっていうの、それがね、なく減ってるわけ。今、使わねえ、使わねえんだ。昔は、それがおっかなくて、財団を守ってきて、何本かほら、リオの形をした、それみんなほら、水付け賞はみんな持って、こう、お墓まで行ったもんだ。気持ちが悪くて、おっかなくて、この頃、今最近出さねえって言うのも、でも一度見てみたいですね。もう出てねえんだね。動かなくない。でも一人で見ると怖いよ。怖い怖い。なんか、うん、なんかパワーがありそうで。そう、こんなほら、あれにつけて、みんな持っているわけ、若い。みんなついた人が、それを何、7歩だか8歩あるんだよ。へえ。うん、そのお骨をあれしたその目で取るんだね、目でこう歩いて、その後で本尿のしたのを担いでいったね。昔のお墓に、なんていうか、うん、お墓に納めるとき、うん、遺骨を納めるときに行列みたいな、うん、あの、生なんの亡くなった時、亡くなった時ね、仮装する時、仮装する時僕持ってって、だけどその国会をほら竜の見てのそのあれを皆さんが持って、熱中症を持って、だってそこ何回かこの子真ん中に置いて仮装するとこ置いて回らんさ、何回も寺さんさんの最初にして3回回るとって、反対でね、回らんで、こっち火をつけていたけど、どんどんとほら、足でクイッて、目打ちの人が火をつけるとき、その箱を、箱を斜めに置かんで、こうやって、こういう箱を、こういうふうにほら、こうして置いて、そこで焼かんぞね。あと、うちのじいちゃんは病気があったから、うちのじいちゃんもそうだし、うちの、本当のあの兄と、うちの、あのたけしじちゃんと、お墓に、見に行くわけ、火を、どっかになってるか、そしてそこがずるずるしてるんだって、がんになってるところが燃えなくて、ずるずるしてるんだってね、それをまた確認して、ほら、こうやって燃えるようにして、で別のがんのとこが燃えねえんだって。残る点なのに、その話を聞いた。普通に
や、うん、もう数ね、炎じゃなかなか燃えないでしょうね。火星だから今ほらね、綺麗に燃えてる。まあ、燃えるんでしょうね、火星は。そう、うん、ね、人の火だって、うん、火が変にならんだからね。中途半端に燃えてるところとか見たくないですね。ちょっと嫌ですね。嫌だよね。ズルズルしたんだけどな、それやるから。次お母さんだってね、ウランシュリーおっかないけど、身内のシュリーは大事な人は説明したがね、いや、説明かねやね、きっとね、おっかなかねやね、うん、その間の時間がなんかまた感じ方が違うんだった、身内だったの、だって昔はボイとかね、コロとかみんなそう、そのためナトトって感じだったね、持ってさ、みんなカバ集めて、うん、わらとくみんな集めて、そして盛りようにして、お墓作れてやるからね、そうそう、亡くなると村中していってお墓を作ってくるの。へえ、うん、村中してわらを持って燃えるようにね、ちゃんと作ってきて、うん、あとこうやって中所へ行ってずるずると行ってそこで燃やすわけ。へえ、蓄えておかなきゃいけないわけですね、うん、昔はみんなね、あのわらとか、そうそうそう、わらとか、まあ、みんな燃えるようになるね、うん、大好きなって言った。そういうの出てねえか、なくなって。装備の記憶とかありますね、140。はいはい。それなんか、そう。聞いた覚えありますね、うん、そう。もしてる時にちょっと。昔はみんな焼いたんだんだかね。動いてびっくりしたとか。怖い。なんかこう、筋肉収集かなんかで動くんですかね。こう、怖いな。もしてる時に。誰から火葬場行くようになったのかね、どこどこから。誰から行くようになった、うん、ここじゃなくて、こんなこと、町の。うちの、あの、父親が最後。最後か。ここが最後。あ、そっか。あの、父親、あの、兄貴は、火葬場がやらんでくれてやん。とにかくここで、焼いてくれてやんで、願ってここで。その時は火葬場もあったけど、うん、そう、まあ、うちのあれは、うちで火葬することもできたんで、うん、最後だけにさしてくれてて、ここで焼いた。うちのじゅっちゃんはここで燃やしてくれと頼んで、ここで焼いてもらった。それが最後だ。あ、うん、今は多分法律的にそれはできないですよね。今できない。できない。今がちゃんと。うん、そうなんだ。どうだ？野送りとかありますね。農家でみんなあるまで、あの亡くなった人を焼き場などに送る、送ってみんなどんどんどんって言って、なんか新しい靴を履いてって書いてありますね。へ、靴を組んで、まあ、わら靴を組んで、わらじゅ、あ、わら靴、それはほらみんな向こうから今葬儀屋から来る靴を、うん、傘からね、そうそう、みんなね、あ、お棺の中に入れる、うん、そうそう、うん、だけどそのほら、わらじの履かせるのも普通の履かせ方じゃねえんだよね、うん、逆、なんか逆、普通なんとは逆、亡くなった時はね、何にも、うん、肝もそうだろ、反対にね、うん、たまに間違えて自分も、うん、あ、それは死人の やり方だよね。橋場母ちゃんの時はあれだったね、そうしなかったね、肝のあれを、普通の着物着るだけね、普通の着物に、うん、普通の仕方だけで、うん、うん、うん、そう、本当これ逆に、ね、亡くなった時は逆に着るんだと思う、普通の履き自分の着物を着るんだね、そうそう、あ、書いてある、山御社へ藁を一束ずつ柘植が行くとみんなが焼き場へ持って行った、うん、そうか、でもよく考えたらその時はもうガスとかないから、常に持ってたんですかね、藁とか、まあ、どうしてもほら、どうしても取ってたわけ、ね、どうしてもあった、うん、あ、たもね、入れ替えしたり、うん、残してたわけ、みんな取ってたからね、あ、でそれを持ち寄って、持ち寄って山を作ってくるわけね、うん、ボイとかこうね、くるってなんかもある、うん、葬儀の翌日、骨拾い、ああ、翌日に骨拾いするのか。そうそうそう。アサギ案外と早く。よく燃やしておかないと骨がきれいにならない。だから夜中に見に行って。今はめっちゃいいんだね。骨のほばほばっかなって。そうですね。きれいになりますよね。数時間ぐらいでね。
強いね、時間も短くなったね、火力が強いんだ、強いんだね、霧に並んだんだ、昔はそうはいかないですもんね、そうそう、でも仮装したわけですよね、土葬じゃなくて仮装、そう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 、この日はみんな、うん、土葬なんてしてなかったね、うん、土葬はしてなかったね、うん、いきなり少々ね、うちの方もそれみんな燃やしたね、燃やっていたため、うん、こう言ってみんな武蔵とこもあったらしいんだがね、そうそう、そのまんまね、うん、燃やって、うん、やだ、動物が基礎ですね、うん、ね、動物が基礎がこう、そうそう、ほじくってまた手だけこうなったよね、食べない、ほら言ってくってたから、うん